してるんですか。え、これ2階ちゃんと言ってくれたら。初めてです。あ、初めてです。あ、飲み屋なんですか。そうだ、ラブホなんかと思ったら。今日はなんとね、この倉敷に来ておりました。で、今回何をするかというと、まあ、前回も反響を呼んだゴーストタウン in 岡山だったんですけど、今回は倉敷の街に行ってみようかなと思ってます。もちろんね、あのエッチなお店もね、あるかもしれません。そうですね、僕そんなにね、倉敷は行かないんですけどね、地元は倉敷なんですけど、行かなかったんです。ちょっとね、夜のところね、探してみようかなと。ちょっと、ね、人もあんまり、ね、何ですね、今何時、今何時、ちょっと早いっす。10時10時です、うん、いいですね、またね、うん、なんかあのネオンっていうか、あの、あ、昭和っぽい感じの光ってます、これ。うわ、またカリカリしてる。え、これ2階餃子の店、ドラゴン餃子、ドラゴン餃子。はい、これ2店舗あるんです。本当だ、マジック見ながら、マジック見ながらカーテンを閉めて、いや、普通に一杯だけから飲めるかなと思ったけど、やっぱこれカーテンをして、ちょっと女性の声が結構しましたね、なんかやりました。コスメですね。しまったんですか。しまった。あ、なるほどね。あ、ここがもう昔ながらね。え、さっきコンちゃんがラブホとか言ってるけど、いや違うよって、ね、こういうね、なんかなんていうか、マンションスタイルのスナックがね、あるんですよ。まあ、大体この辺とかね、まあ、ここホテルっすけど、グローバルホテルで、すぐホテルがあるんで、で、そのそう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 この、はい、ちょっとね、あの辺もちょっと行ってみようかな。バスだったんですよ。シャッター通りになってしまって、ジャジーな、換気扇からダダ漏れる、ジャジーな、お腹が量も好きそうな、かわいい。え、アイプロンしてるの。まだ終わってから、個人的にちょっと、個人的にガチだけだと思います。何これ、飲むのところ、あ、かけるちょっと、初めて全部する、あんまじゃない、あんまじゃない、飲み屋なんですね、これ。あ、飲み屋なんですか。あ、そうだ、ラブホなんかと思った。あ、そうですか。クズライディー。クレザー的な感じですね。フルーツと一緒。
ちゃんです。あ、初めてですか。どうぞ。あ、すいません。あ、すいません。はい。ちょっと。ご一緒ですか。あ、ちょうど外で食べた。はい。あ、そうです。して入られて、はい、ごゆっくり。はい、すいません。こんにちは。入るなんか前よ。はい、料理始まりました。まさか飲むとは思わなかった。今日も。はい、お疲れです。ジャックダニエル、美味しいな。お疲れ様でした。またお疲れ様でした。またはい、どうも。はい、すいません。はい、どうもありがとうございます。はい。はい。しゃ。18歳未満の方とか入居の方が入ったら、本当いい街なんで、ね、そのおしゃれなバーとかもね、本当あるよね。いい街はもうぜひ暮らしてよ。終わりますか。ね、帰ってね、そうな。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。